短い時間ですけれども、私なりに、この会の主催だと、それから、工芸のジャンルの公表をさせていただこうかと思います。本日は、ここに出勤していらっしゃる方、たくさんいらっしゃるようですので、アーティストの方でいらっしゃるから、今さら申し上げることもないかもしれませんけれども、一般の方も多数お見えになっていらっしゃるようですので、少しですね、ここにある、現在並んでいるこの油彩画、油絵ですね、というものは一体どういうものなんだろうかという、ちょっと基本的な私の考え方を、申し述べまして、それからここの、ね、作品のことについて申し上げたいと思います。これちょっと目が離れてるかね。メガネはいつもかけてる。裏は。これ絵には使わないですよ、ここに描きかけのキャンバスがありますけど、私もね、こういうの好きなんですよ。ここね、これはどんなに描いてもいいわけね。途中であればね、完成してはやりなければ。ですから、ここのスペースだけは、もうじゃじゃに描いてもいいって好きなんでね。ですから、これは楽しめるわけですね。これはちょっと真面目に描きましたね。絵がちょっと硬いかな。でも、そっちでね、こうやって、楽な部分を少し、ね、こっちにも持ってくるようにして、こういう感じの。ちょっとこう、気がついてかかれば、こちらの、皆さんの方の図は、工芸っていうか、工芸っていうのも、彫刻したの、作品のようにね。ここに出品してらっしゃった方、いらっしゃいますか、こういうの。今、ここにいらっしゃいます。あ、うまみの、確かお勤めでしたね。そうでした。お世話になりました。どの作品をされますか。あ、そうか。あ、そうですか。あの作品ですか。あれの、右側の、デザインはね、染色とか工芸はね、我々絵画と違って、思い切ったね、仕事がね、できるジャンルかなと思いますね。というのは、なんでしょうか、逆に言うと、絵のような筆先でね、細かいことができない、大きな感じとかね、あるものだと思います。私の考えですけれども、その年に1回ね、こういう高校展ですね、これは。そこにチャレンジして、毎年1回ね、自分の考えていることを絵にぶつけてみるというのは、含めれば、研究してらっしゃる学者の方々が研究発表をなさっていますけれども、それに近くて、ここに出すことによって何か補強するとか、そういったものではなくて、自分の研究成果を、ね、ここに出した。で、今年の場合はうまくいかなくてもまた来年。そういう繰り返して、10年とか20年とかね、書いていくことによって、繰り返してみると、10年とか20年とか30年とかね、そういった形で自分の書きたいところをね、少しずつ進んで、前に進んでいくかもしれない。そういう気持ちでね、取り組んでおりましたけれども。